ホイット B 級フリゲート。ホイット B 級フリゲートは、イギリス海軍のフリゲートの艦級、12型フリゲートとも称される。イギリス海軍は、大西洋の戦いで莫大な出血を強いられたものの、1945年までに、浮上内しろ板だきした潜水艦は、もはや重大な脅威ではなくなっていた。しかし1943年頃より、 ドイツ海軍が新世代の水中高速船の建造を進めているという情報がもたらされ始めていた。U ボートとワン型は先行状態で15から18ノットという高速を発揮でき、バルター機関搭載艦であれば26ノットの発揮すら可能であった。このような水中高速船に対しては従来の護衛艦では対処困難と考えられたことから、 1943年、中盤より、新型フリゲートが検討されるようになった。そして1944年12月、フドールは、新型スループの必要性に関する検討に着手し、計画課長、ディレクター・オブ・プランズは、1945年度計画より、毎年2隻の建造を要求した。なおその後、新型の対戦線関係の要請が強まったことから、 1945年4月、戦術、爆僚業務課長は、艦隊護衛艦としての任務も想定して、種別をフリゲートに変更することを発表した。これらの艦は、平時には海外領土警備に、戦時には戦団護衛などに投入される計画であった。1945年1月15日、対戦戦課長は、 当時収益しつつあった米級トロック級と同様に、防空護衛艦 A、A 型と対戦護衛艦 A、S 型の二つのバリエーションに基づく建造を提案した。またその後、さらに三つ目のバリエーションとして、航空管制艦 A、D 型が追加された。百四十五年一月末の時点での参謀部の要求事項では、ドック入り後六ヶ月経過し、かつ、 満載状態、ディープダーティーで25ノットの速力を発揮し、また18ノットであれば4500回里を巡航できる、大西洋を無給油で横断できることとされていた。この要請を満たすためには2万5000から3万馬力の指揮官が必要と見積もられたが、間もなく A、A 型はこれよりやや鈍速になるであろうことが明らかになった。これによって、 指揮官の選択が問題となり、1947年、増官局長は A、A 型と A、D 型はディーゼル式、A、S 型は蒸気タービン式を採用することとした。当時、この要求を充足する蒸気タービン式は開発途上であったことから、まず A、A 型と A、D 型の開発が先行することとなった。これにより、A、 A 型として建造されたのが41型、A、D 型として建造されたのが61型であった。その後、1948年より大出力の蒸気タービン主機の開発が具体化したことに伴い、A、S 型の開発も再開された。当時、ベルリン封鎖などを通じて、冷戦構造が顕在化しつつあり、ソ連に対する備えの必要性が叫ばれていたが、 ソ連海軍は重流型やウィスキー型など u ボートと NT1 型に反を取った水中高速船の配備を進めていたことから新型対戦艦には高い優先度が与えられた。これによって開発されたのが本級である。爆量要求は1949年に完成し、1950年4月には設計案が委員会に提出された。船体設計は 先行するディーゼル式機のフリゲートが参考にされたが、多くの部分で改良されており、20世紀の小型水上戦闘艦の中で傑出したものの一つと評される。柱形飛走係数 CP は0.59で、戦前の艦艇、典型値は0.63と比して低くなっている。排水溶石に対して、船体長内視最大横断面が大きく取られている。 燃料消費時の復元性維持のため、バラストタンクが設けられた。線形は朝鮮首楼型とされており、また肝首部の還元がさらに一段高くなっている。青波の打ち込みに備えて、環境構造物前面は曲面とされている。肝首部のフレーム形状は V 型となり、スラミングやパンティングの低減に有効であった。また肝中部からは、 船体幅を取った深い方形船型となった。この船型は、清水での速力発揮には不利であったが、高天下での潜水艦追跡などで高速を維持するには有利であった。主機関は蒸気タービン方式を採用しており、蒸気の経緯により、新規に開発された、イングリッシュエレクトリック Y-100 型ギアード、タービンが搭載された。ボイラーは、バブコックウィルコックス、 B&W 社製の水管ボイラーを2缶搭載しており、蒸気正常は圧力温度摂取454度であった。推進機としては計 220rpm という体系、低回転数のスクリュープロペラを採用しているが、これは水中放射殺音の低減という観点でも恩恵があった。蒸気の通り線体設計が優れていたことから75%の 出力で30ノットの速力を発揮できた。電源としてはタービン発電機2機とディーゼル発電機2機を搭載しており、440ボルト、60ヘルツで1140キロワットの出力を確保した。なお機関区画はパラレル配置とされており、前方にボイラー室、後方に機関室が配されている。1951年よりカンブリア計画として、 対戦線に重点を置いた C4i システムの開発が進められていた。当初は対空専用の CDS と共通の技術を用いた ASP、戦術状況表示装置と DPT 戦術データ区により構成される計画であったが、後にコスト面の問題から DPT は省かれて互間レベルのシステムである。 アスプ戦術状況表示装置のみが1959年より JAYA として正式化された。これは本級を含む一等間の標準装備となった。全保柱に短距離対空捜索用の293 9型レーダー、その直前には対水上捜索用の277 9型レーダーを搭載した。なお277 9型レーダーは、 広角測定にも用いることができる。捜作用のソナーとしては、一番艦では164型ソナーが搭載されたが、二番艦以降では改良型の174型ソナーに変更され、また後に177型ソナーに換装された。また、臨母対戦迫撃砲の搭載に伴い、その目標補足、射撃式用として170型ソナーも搭載された。 なお、トーキーは1970年から1972年にかけて大規模な回収を受けており、レーダーを993型レーダーに換装すると、共に、変図戦術情報処理装置を搭載した。対戦兵器としては、当初計画ではまずスキット対戦迫撃砲を搭載して収益し、戦後型の林房に後日換装する予定であったが、実際には、 全艦が当初からリンボーを搭載して収益した。また、ホイットビトーキー以外の艦では、長射程の MK20、ビダー対戦誘導魚雷の搭載を予定して、魚雷発射艦も搭載されており、片弦あたり固定式発射艦4機と旋回式発射艦2機が設、されていたが、肝心の魚雷の開発中止を受けて、1963年までに撤去された。 艦砲としては1944年度計画の艦隊駆逐艦であるデアリング級の構成が導入されており、45号計1 1 4ト、mm、ル連装砲5に砲画と合わせて MK6 と解消と MK6M 砲違版の組み合わせとなった。当初は70号計7 6トル連装法及び MRS-3 射撃式システムへの更新が計画されていたが、 これは断念された。また、スターグ式の MK356 ミリ 40mm 連装機銃も搭載されていたが、これは後に MK940mm 単装機銃に換装された。ネームシップは1949から50年度計画で発注された。同艦の大やけみを評価した上で、1950から51年度補正計画で2番艦。 そして1951、52年度計画で4隻が発注された。7番艦以降は改良型の設計を採用しており、ロスシー級フリゲートと称される。なお、1956年にはインド海軍向けとして本級の紹介性型2隻が発注され、これらはタルワー級フリゲートとして収益した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。